ただいまより8月12日に行われる、障害者福祉青少年育成チャリティー大会聖地に輝く無数の星2017ヒートアップ後楽園大会、こちらの、開催概要並びに記者会見を行いたいと思います。本日司会者銀行を務めさせていただく、ヒートアップレフリーの手島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではまず最初にプロレスリングヒートアップ代表田村和弘より、後楽園ホール大会開催に至った経緯並びに開催趣旨の説明がございます。それでは田村選手よろしくお願いします。はい、本日はお集めなんか、お越しいただいてありがとうございます。8月12日いよいよ、夢の後楽園ホール大会開催するんですけども、ヒートアップ旗揚げして、4年、今まで、地元川崎を盛り上げようということで、一生懸命やってきて、去年トドロキアリーナという大きい挑戦をしました。で、今年は川崎だけじゃなくてプロレスファンの人たちにも、ヒートアップを知ってもらいたいと思いまして、後楽園ホール大会への挑戦を、決めました。で、もちろんこの大会、今までヒートアップがやってきた、プロレスで社会貢献というのを、掲げてですね、障害者支援、青少年育成、そして、街づくりを、プロレスの聖地でもやっていこうと思っています。で、その一つとして、僕の地元川崎市の多摩区にあります、生田緑地、こちらを PR する大会にしたいなということで、その生田緑地にありますプラネタリウム、こちらがですね、もう世界に誇る世界一いや宇宙一のプラネタリウムがあるということをですね PR して、大会後は生田緑地に、たくさんの人たちが、来ていただけるような、大会にしたいと思っております。で、今回その、プラネタリウムをやりたいということで、大平技研さんの大平さんに、ご相談したところ快く協力していただけるということで、今回、プロレスと、大平技研さんとコラボが、できますか。ありがとうございます。はい。で、今までにないまた、プロレスの聖地で、ヒートアップ、アピールしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして大平技研代表大平孝之様より、ご挨拶並びに今大会に参加された経緯、今ございました経緯の、お話しいただけたらと思います。はい、お暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。大平技研代表取締役社長47歳独身大平と申します。今回ですね、このような興味深い場をいただきまして、とてもワクワク胸を躍ってる次第なんですけども、私も若干ではございますが、残念ながらプロレスではないんですけども、格闘技には若干ですね、やってるようなところがございまして、そういう意味でも非常にそのリングというかは、親しみのある場所で、後楽園ホールとかもとても私にとっては馴染みのある場所ですので、そこで、このように田村さんからお声掛けをいただき、プロレスの世界で、新しい1ページを切り開けるというのはとても面白く思うわけですね。で、星空というのはこう、こうなんていうか、特にあれが何かを言ったり考えてるわけではないんですけど、逆に言うと星の下で何をすることもできるというのが星の魅力でして、食べ物で言えばご飯みたいなもので一見無味乾燥なんだけど、いろんなことと組み合わせられる、それによってそのことはいろんな顔が見えるので、今回ヒートアップさんとコラボしてこのプラネタリウムの星空がどのようなメッセージを発してくれるかやってみないとわからない、それがとても面白いなと思っているんですけど、このようなですね、貴重な機会をいただいて、僕もですね、なんとか、ちょっと今
新兵器をこれから発表するところなんですけども、新兵器を繰り出しまして、この世界に参戦したいと思っておりますので、どうかご期待をいただければと思います。47歳独身でした。ありがとうございます。沖縄さんとは地元が一緒。地元が、ね、川崎でして、はい、はい、そうなんです。それで大事なこと言い忘れてました。独身独身ってね、それ僕が言うってありますよね。はい、本田さんも生田緑地で。生田緑地、そうですね。それも言ってませんでしたね。はい、ね、単純なこと言ってないみたいなとかありますよね。はい、生田緑地 の科学館のプラネタリウムを見て育ちまして、そして、ヒートアップの世界でこうバトルすると。まあ、そういう流れはとても美しいなと思ってますね。はい、僕もその生田緑地 のプラネタリウムを見て育って。そうなんですよね。あそこに噴水が ありましたね。はい、今もうなくなっちゃったんですけど、はい、まあ、そこでね、よく泳いで怒られた経験がありました。やりましたよね。汚くないですか。めっちゃ汚いんですけど、でも子供は あれね、あれ入るのって約束ですよね。約束なんですけど、約束に入って怒られて逃げるみたいな。そうですね、はい、もうやっぱ地元トークですよね。はい、はい、そういうやっぱつながりがありましたので、はい、はい、頑張りましょう。はい、噴水に入って怒られた経験もあったら。ありますか。そうです。そんなんでね、プラネタリウムですけどね、子供たちのためにとなってたよね。僕もそれでプロレスやね。そうですよね、はい、やっぱりね、はい、そういうの大事です。大丈夫です。ああ、そうです。そうです。地元トークが聞くからどうでもいい話が盛り上がってしまって失礼しました。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、田園調布学園大学加納秀俊教授より、障害者支援青少年育成についてのご説明があります。じゃあ加納先生お願いします。はい、そうですね、等々力大会も私が担当させていただきましたが、まあ、ヒートアップで社会貢献アドバイザーという位置づけと、あと障害、福祉部門のリーダーをさせておりますの で今回もですね、障害者の人たちにお仕事をお願いしております。でそれはですね、このメガスターの演出をするときに使う布が、大きい布が必要なんですけれども、それを縫い合わせるというお仕事を、まあ、普段からですね、いろいろ作っているので慣れてるんですね、障害者の方々ですね。でそちらをぜひお仕事でお願いすることと、あとは、当日お配りするチラシの折り込み作業です。当日はですね、残念ながらお休みなので、障害者の方々がいつもお配りしてるんですけどできないので、その事前の準備をしっかりしてもらおうというふうに思っております。でもう一点がですね、障害者の方と、あと子どもたちで、特に児童養護施設に通っている子どもたちを招待しようと思っております。で、いつも川崎なんで、川崎の障害者やまた、児童養護施設のお子さんたちに声をかけているんですけど、今回は東京でやりますので、特に後楽園が文京区にありますから、まず文京区の社会福祉協議会にお声掛けをして、で障害者の方、また児童養護施設の方に、今募集をしている最中であります。また足立区 その社会福祉協議会にもお願いをして、同じように障害者や児童養護施設の子どもたちの招待を今お願いをしております。でその足立区は、まあ、私も育ったところなんですけど、井槌選手の、住んでいるところでもありますので、何かありますか。最近足立区でポスター貼りとか、今度は足立区の居酒屋でゲリラプロレスをやらせていただくこともあって、いろいろ今足立区で自分もちょっと PR をしているので、今後も足立区でもヒートアップをちょっと広めていけたらなと自分は思います。はい、という感じで、今後のところにもとってもつながってくるようなことも意識しながらやらせていただいています。で私のその加納ゼミですね、ゼミ生も当日そのメガスターの演出でいろいろとお手伝いをさせていただこうと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。早速いいですか。はい、あと今参議院議員 の元スピードの今井恵理子先生からもできるだけご協力いたしますということで、障害者施設とか高校生以下の招待の方をご協力いただけるというお話も、はい、いただきました。
はい、ありがとうございます。それではただいまより、8.12 ヒートアップ後楽園大会の全対戦カードを発表させていただきます。第1試合、後楽園オープニングバトルヒートアップストロングスタイルシングルマッチ20分一本勝負、渡辺宏 VS 岡林雄二。第2試合、こちらはガトームーブ提供マッチとなり、対戦カードは後日発表させていただきます。第3試合、神無き優の遺伝子タッグマッチ30分一本勝負、中村大輔飯塚優組 VS 上山隆起佐々木ひたまる組。第4試合、大平技研プレゼンツ時間差ロイヤルランブル聖地に降り立つ無数のスター、出場予定選手藤波辰巳、レオナ、メガスターマン1号藤田美音、ロッキー川村、岩城俊樹、寿司ノリダファンキーシビレサス、高梨正宏、チャンゴ、梅沢菊次郎、大久保克樹。以上12名の時間無制限試合となります。なおこの試合は藤田美音選手の希望によりナイスガイガン選手権試合とさせていただきます。第5試合、スタイル H 過去現在未来へのネットヒストリー6人タッグマッチ45分一本勝負、石田慎也、阿部文則、市地哲也組 VS、柴田雅人、武田雅史、那須幸太郎組。セミファイナルヒートアップユニバーサル選手権試合タッグマッチ60分一本勝負、王者新井健一郎、秀久保田組 VS 挑戦者大谷慎二郎、近藤ど根性広志組。なおこちらは新王者、王者新井組2度目の防衛戦となります。メインイベントヒートアップユニバーサル選手権試合シングルマッチ60分一本勝負、王者田村和弘 VS 挑戦者金平大輔。なおこちらは王者田村6度目の防衛戦となります。以上全7試合となります。それでは、今大会における意気込みを選手からお聞きしたいと思います。まず第1試合で出場する渡辺宏選手からお願いいたします。渡辺宏です。先ほど、代表田村の話にもありましたように、本拠地であります川崎を熱くするということで、やってまいりましたこの団体ではあるんですが、まだプロレスファンの方たちにその熱が伝わったとは言い切れません。で今回この後楽園ホールでの大会で、これがヒートアップのプロレスだというものを、プロレスファンの方にストレートに伝えたいという思いから今回、私の希望でこのカードを第1試合に組んでいただくことになりました。対戦相手の岡林選手としましてはこの第1試合というのは本意ではないかもしれませんけども、この男と戦えてよかったとそう思っていただけるような試合ができればと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして第3試合に出場する飯塚優選手お願いいたします。飯塚優です。宮間選手はユーインター、リングスとユーの歴史の最前線で戦ってこられた選手なので、この一戦を通していろんなことを学んで、そのユーっていうのを自分のものにできるように頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして第5試合に出場する井槌哲也選手お願いいたします。井槌哲也です。自分は現在対過去っていうタイトルがついてるんですけど、もともと田村さんと戦って共に戦ってきた方たちと当たらせていただくんですけど、でも自分は今現在あるヒートアップの所属の井槌哲也として、その後楽園ホールで全てをぶつけたいと思います。そして今自分が一番戦いたい選手は武田選手と自分は戦いたいと思っているので、もう全力を尽くして、そして自分が勝ちに行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。それではセミファイナルに出場する近藤ど根性広選手お願いいたします。はい、ヒートアップ1熱い男近藤ど根性広です。あ、そこ動画じゃないかな。はい、先日の、新規話大会では、大谷選手とシングルをさせていただいたんですけど、本当にプロレス界、いや日本、一の熱い男にどれだけぶつかれるかを迷って、正直すごいボコボコにされて
リングの上で熱さとは何か、プロレスとは何かを、まあ、教わりました。自分の気持ちがどこまで届いたかわからないんですけど、大谷さんがプロレスの教科書の1ページとして、まあ、近藤ど根性と組んで、タッグ、トーナメント、タッグマッチを、出ていただけるということで、まあ、少しは、まあ、僕なりの勝手な解釈なんですけど、気持ちが届いたのかなと思います。でその後楽園ではもちろん大谷さんの力を借りて一緒に戦うというところもそうなんですけど、僕がヒートアップ所属としてとにかく一番盛り上げ、そして、僕で試合を取りたいと思います。ど根性で頑張ります。ど根性。ありがとうございます。それではメインイベント、まずは金平大輔選手お願いいたします。はい、タイトルマッチが決まってから、2回田村さんと前哨戦やったんですけど、ようやく後楽園で一騎打ちができるのが非常に楽しみです。前哨戦やってみて思ったんですけど、ヒートアップのエースは田村さんでいいんじゃないかなと思ってます。でも僕はチャンピオンは強い、チャンピオンベルトは強い人間が巻くものだと思ってるので、ヒートアップのチャンピオンは僕が一番ふさわしいと思います。後楽園楽しみにしていてください。以上です。ありがとうございます。そして最後に田村克洋選手お願いいたします。はい、まあ、今回金平がこうやって名乗りを上げてくれて、まあ、僕は挑戦受けるんですけど、まあ、一般的に言うとこのカードで本当にいいのかってみんなに、言われることがただただあるんですけど、まあ、今のヒートアップを見せるにはこのカードかなと僕は思います。今のヒートアップを見てもらいたいんで、この後楽園ではで、こっから後楽園からスタート、新たにスタートしていきたいという思いです。で、まあ、金平もね、2年半デビューして2年半、そのチャンピオンっていうのは強いだけじゃダメなんだ。ヒートアップのチャンピオンは強くて、そしてみんなを巻き込める、みんなが憧れる、みんなのために戦えるのがヒートアップのチャンピオンだと思うので、そこの違いをリングの上でしっかりと伝えて、そしてお客さんにもしっかりとヒートアップの王者っていうのはただ強いだけじゃない、みんなのヒーローであるっていうことを僕は伝えたいと思います。最後に僕が勝ってプロレス界の太陽になりたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それではただいまよりプラネタリウムデモンストレーションを行いたいと思います。で少々お待ちください。はい、はい、の説明を、はい、じゃあしますね。はい、皆さんお集まりいただきました。まあ、せっかくですね、表紙を見せたいと思います。これもプラネタリウムなんですけども、まあ、これ今回使えませんで、でこの何ていうと、このツボみたいなやつが今回の新しいプラネタリウムなんですけども、まあ、これでちょっと星を見る。でこんなものが本当は星が出るのかいなと思うかもしれませんけど、まあ、とりあえずやってみましょうかねということで、皆さんですね、一回ちょっと目をつむってもらってもいいでしょうかね。はい、目をつむらないとですね、星が出ない、そういう仕組みになっております。はい、皆さん目を閉じましたね。はい、ではこれですね、ちょっとだけ待ってもらって、それで、上を向いて目を開けてください。あ、すげえ。おお、すごい。これですよ。こんな感じでした。こんなちっちゃいの。はい。開けてないもんな。すごい。これ種も仕掛けもございませんってやつでして、はい。まあここから星がちょっとピントがずれてるんで、これね。はい。こんな感じですね。はい、あ、すごい。これはどれぐらい星の数があるんですか。これはね、大体ね100万個ですね。100万個。はい、まあ、星っていうのはこう入って捨てるほどあるわけでして、まあ、その中の、まあ、ほんの一握りだけが、まあ、街の中から見えるわけです。
ですね。でちなみにここにあるのがですね、これ夏の大三角といってですね、これが織姫で、これは彦星という、ちょうどこの間田中だったので、はい、じゃあこう流れてる。そうですね、長野川がこう流れてると。そうですね、すごい。まあ、七夕は結構天気良かったんでね、七夕の日にこれ会えるということだったんですけども、はい、まあこれ、あの1年に1回ね、会うことができるということで、はい、あのこのお二人がですね、まあもともとはこの子とこの子が仲良くなって、それでこう出会って、でもまあ仕事ほったらかしてですね、あの遊んでたんですね、デートばっかりしてたら神様が怒って引き離したということで、はい、まあ、あのかわいそうだかわいそうだって言うんですけども、まあ、私に言わせると自業自得かなと思って、そうですね、ただ、まあ、仕事をこのしなかったからといって、この引き離すっていうのは、どう考えても今の企業コンプライアンス的に認められないということもいろいろあるんですけども、まあ、今では、ね、昔の話ですので、そういうことが認められてきたのかなということで、まあ、こうやって星の話をするとですね、世の中の変化も同時に分かると。でこの2人はこういますでしょう。でこっちの方がこっちの方にこう近く寄ってますんで、この子よーく見るとですね、ちょっとこっちの方が少し引いてるんですね。つまりこっちの方はあのまだ未練があるんだけど、こっちの方の人はですね、むしろ こっちの方の方にこれ距離見るとこっちの近いでしょ、少し。でこのもう一つの星っていうのはですね、まあ、白鳥座のデネブという星なんですけど、この白鳥というのは実はただの白鳥ではございませんで、これですね、ギリシャ神話のですね、大神ゼウスというのが化けた姿なんですね。でこのゼウスっていうのはですね、またこれはもうとんでもない野郎でして、まあ神様と言いながらもうとにかく女好きでですね、もうあっちに行ってもうその奥さんの目をつらまかして、あっちの娘に子供を産ましたのこっちだって、もうね聞いてるとだんだん腹が立ってくるんですけど、そういうような神様がこっちに寄ってきてると、これもう大変なことなわけですね。でこっちはまあ東洋のお話なわけですから、まあね、この東洋のうざこざの中でこう西洋の神様が入ってくるということなんで、これはまあいわゆるその、まあ、現在の国際社会の祝日といっても過言ではないという気がするんですけども、まあ、その東洋のドンパチね、その例えば日本と北朝鮮が言ってるならアメリカが入ってくると、まあ、そういう話はあんまりするなって言われそうですまあそういうこともですね、この夏の大三角を見ると分かるというか、これ夏の大三角と理科の授業では習うんですけども、私はまあプラネタリウムでは夏の大三角関係と。というふうに三角関係ですね、これ非常にいびつな三角形ですね、まあ、なわけですけども、まあ、それを理科のテストでは夏の大三角と答えるんです。言葉の使い分けも、まあ、大人社会で生き延びていくというのは大事であるということで、何を申し上げたいかというと、星空を知るとですね、本当に私たちの地上のいろんなことが水も甘いもよくわかるというわけでして、まあ、この星空を見上げながら、まあ、いろんなことを考えましょう。まあ、今回ですね、素晴らしいあの試合でですね、こうバトルをしながら、あのまあ、星を見ながら下でですねバトルをすると、まあ、それが何が生まれるかって、これ本当にやってみないとわからない、まあ、今回、まあ、世界初の試みといって過言ではございません、まあ、それをですね、あの私も結果を楽しみにしてますので、まあ、ぜひ皆さん、あのぜひ楽しくですね、熱血して応援お願いしたいと思います。私からの星空案内としては以上なんですけども、これからちょっと新兵器の披露があるということで、で、まあ、2つお楽しみにお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと書かれてしまって、あれどっから来たの、誰ですか、これ。いや、誰ですか、これは。これが我が社が総力をあの注ぎ込んで開発しました、新兵器でして、新型プロレスラーメガスターマン1号でございます。おお、はい、いつの間に見てください、この動き。じゃあちょっと動かしてみましょうね。はい、立つこれですよ。これで喋れるんですか。これね、今ね、喋り機能今ね、実装してるんですけど、変なことしか喋れないもんですから、僕は今さっき、ね、変なことばっかり言ってたでしょ。あれもね、やっぱりちょっとプログラムミスで、今ね、彼も今、ね、あの今
あ、ちょっと直してますので。あ、じゃあ僕がど根性で何とか通訳してみましょう。はい、強くできる。じゃあそこはもう何とかします、ど根性で。ちょっとやってみて。おお、私はこの大平木家のリーデスサルグループの皆さんも一応本当に通訳してるね。皆さんも一応なんかできましたね。で、大会出るんですよね。その一応ライブスですね。ラに出るんでしょ。なんか必殺技とかですか。必殺技。それはここでは言えないそうです。あんのか本当に。秘密兵器だよ。これから多分命中の話とかして、いろいろ誤作動しないように。はい、今ロレアもしてますね。ファミコンみたいな。おお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 後楽園大会の一番星になると気合が入って一番星になり、みんなを魅了し勝利というのは星を掴むと言っております。僕も負けないですか。試合やりませんか。ど根性対メガスターもやりますか。いや、あんたタックあるでしょ。タック集中しなさい。終わってたタック。とにかくメガスターマンの必殺技は後楽園大会に行かないと見れないそうなので、皆さん後楽園大会にぜひとも来てください。だそうです。はい、ありがとうございます。じゃあメガスターマンさん、そのまま行っていただいて。はい、これにて大会概要、イベント概要は終了させていただきます。それでは質疑応答に移らさせていただきます。お集まりの皆様、何かございましたら挙手にてお知らせください。はい、あ、じゃあ、すみません、大平さんに何点か、はい、改めてじゃあ、どう田村さんからうちうちという紹介がありましたが、どううちうちなのかをやっていただきます。あ、これですか、はい、そうですね、それがなかなか説明するのは難しいですね。まあ、まあ、とにかく、もうどこにでも星を出せるっていうのはね、まあ、一番なんでしょうね。まあ、プラネタリウムっていうと、日本全国はまたあるんですけど。まあ、普通はそのプラネタリウムっていうと、そういうね、プラネタリウムっていう名前の付いてる場所にしかできない、出せないんですけど、なんといってもこれもどこにでも行きますんでね、後楽園ホールで星出すって普通はないわけでして、そういうもう何にでもチャレンジできると、それがこの宇宙一義かなと思っておる次第なんですけど、はい、あの私が知る限り地球の外も含めてそういうものは一つもございませんのでね、はい、はい、ということでございます。大会当時は普通はどのような演出を考えられているんですか。それはですね、やはりここではまだ申し上げられないわけですね。まあすごいぞとしか言いようがないんですけど。お楽しみに。はい、メガスターマンちょっと生きてますよね。はい。まあ、そうですね。これも随分時間かけて大変しました。はい。他にございますか。大平さん と、田村さんは、同じ玉区さんご出身は、はい、あ、そうですか。あ、まあ、僕はね、性格出身という意味ではあの生まれたのは高津区、うん、今の宮前区なんですけど、まあ、あのずっと長く暮らしてたのは玉区なんで、そこから、北緑地の方でプラネタリウムをずっとやられてきたっていう、あ、まあ、見てきたっていうかね、子供の頃にね、はい、昔、あのな、まあ、昔からあるプラネタリウムの子供の頃にそれを見て育ったみたいな感じですね。そこからこの会社を立ち上げられてっていう、はい、そうですね、はい、なんか子供の頃から知り合いだったとかっていうことではない。知り合いになったのは最近ですね。そうです、うん、ずっとね、はい、本当に、うん、でもすれ違ってたんでしょうね、多分ね、いろんなところで、うん、ね、噴水でね、なんか水浴びして怒られた経験とかも共通してるというか、はい、はい、なんか、何ですか、列車じゃないですけど、ああ、機関車、機関車の上とかね、乗っちゃいけないんですけど、ね、あ、乗りました？上ですよ、ね、嘘、僕やんなかった、それ。あ、本当ですか。あ、行きたかったな、あれ、あの上でしょ。あの、さらに、いや、それはさすがにやばいでしょ。あ、さすが、さすが、やばいです、田村さん、やばいです。やられたって感じですね。僕やりたかったことをやられてました。子供の頃からずっと遊ばないように、よじ登ってやろうって、
そうですよね。よじ登っちゃった。よじ登りました。あのデコイチですよね。そうですそうです。まあそんな感じで、そんな感じでいたずら小僧だったっていうのは変わんないですけど、ちょっと2人ともいたずら小僧だったっていう。あ、その2人口でのプラネタリウムっていうのはいつ頃からこうやってたり。あ、そこですか。はい、そこはもうね、はい、あれいつぐらいからなんだろう。僕はもう本当こんな、はい、こんな時からありましたんで、多分あれ1970年ぐらいからずっとだと思うんですよ。それがずっとやってて、で、まあ、僕は小学生ぐらいの時によく行ってたんです。それから、あの今から4、5年前ですかね、このメガスター入れて新しくなって。で、今はだから僕のプラネタリウムが入ってるって。導入されたのがいつぐらいなんですか。確か2011年じゃなかったかな。11年か。確か11年ですね。あ、今のメガスター3が11年。そうですね。あれ12だった。その前2とか。あ、2ね。あの、それは常設というよりもずっと、まあ、まあ、実質的には常設みたいな感じだったんですけど、貸し出しみたいな感じでずっと置いてたんですよ。はいはい、で、それまでは古いその昔のプラネタリウムに置かれていて、で、それがこう、建て直して新しくした。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に何かございますか。はい。じゃあ自分はあえて加納先生に、加納先生、ここ数年間あのギルアップにはずっと協力していただいております。加納先生の目から見たこの数年間のヒートアップの成長ぶりというのはどのようにお感じになったんですか。成長ですか。はい、そうですね、あのやはり社会貢献とかまちづくりっていうところで、あのまあ田村選手はやっぱり熱い思いを持ってすごく頑張ってきていましたけれども、他のやはり選手たちですよねがやはり一緒になってですね、川崎のためとか今回であれば後楽園大会のためっていうこと ですごくこう皆さんがですね自分ごととしてこう取り組まれてきているなっていうのが、まあ、ヒートアップ全体の、まあ、成長というのはあれですけれども大きく変わってきたなと、みんなで頑張っていくんだっていうのがすごく感じられてきています。その部分が私一緒にやらせていただいて強く感じております。では、もう一つ改めて聞きます。金平選手、田村選手に確認します。タイトルマッチへの思い一言で表してください。まず金平選手。そうですね、まあ、チャンピオンの、その理想のチャンピオン像っていうのが多分田村さんと僕は違うので、その差を見せたいです。僕は強い人間がチャンピオンベルトを巻けばいいと思ってます。以上です。はい、では田村選手お願いします。はい、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、王者は太陽、強いだけじゃなくて、ね、みんなを照らす、みんなに希望を与えるのがチャンピオンなので、そこを見せたいと思います。ありがとうございました。